白バイとは、警察が、主に交通取締り業務に必要な各種装備を、取り付けた白塗りのオートバイの日本での故障である。英語圏では、単に、ポリスモーターサイクルと呼ばれる。CB1300PVFR800、PFJR1300PCB1300P の、インストゥルメンタルパネル中央に追尾車両の、測定速度を表示カウル右側に、 前方録画用カメラを装備 GSF1200P の右ハンドルサイレン水面スイッチなどを追加 VFR750P の速度計点検表日本では警察のオートバイの中でも専門の訓練を受けた白バイ隊員が乗務する特別な車両を白バイと呼ぶ白バイは装備や規格は警察庁で規定していて主に大型自動に輪車が用いられる警察で 一般的に用いられるオートバイは、黒バイなどと呼ばれ区別されている。オートバイの機動力を示す実用例の一つで、指名手配中や逃走中の被疑者の補足といった一般的な刑らにも使用されているほか、マラソンや液電競技における先導者として使用される。航空警察本部の白バイは、交通取締りは行わず、もっぱら用心警護に占住する。 警察のみでなく陸上自衛隊の警務隊も白バイを保有し、交通統制や車両誘導などの任務に使用される。警察庁内の公式文書には、交通取締り用、自動二輪車あるいは交通指導取締り用、自動二輪車と表記される。違反車両追尾時の速度を表示する、測定速度インジケーターは、インパネ部中央にデジタルメーターが備えられている。 メーター下、またはフロントカウル内収納ボックスに設けられた専用プリンタから違反速度を記載した小さな紙がプリントアウトされ違反車両を検挙した際に速度違反の証拠となり違反者は交通反則ギップまたは交通ギップと合わせて署名なずいを要求される従来は自社速度を示す速度計の隣にメモリがより細かいアナログメーターがあり 測定した速度を保持するボタンを備えていた。白バイの測定メーターは一般の車両のものよりも非常に精密に作られており定期的にメーターの構成を受けている。検査は月に一度行われて実施記録が残され検査済みであることを示す点検表を各都道府県警で重複する。速度違反に関する否認などがあればメーターが正常であることを主張する書承として 検査記録が提出される。したがって、前回の検査から1ヶ月以上経過している車両での、スピードの測定は、証拠能力が認められない場合がある。20年ほど前は3ヶ月ごとの検査だった。車体後部の側面に取り付けられた箱には、左側に違反キップルや取り締まり地点や犯人、補足、逮捕地点特定のための地図、地点マーキング用白木など、 業務に用いる道具が収められている。車体後部の上面の箱には、車両メーカーからの出荷時は何も入っていない箱が取り付けられているが、配備後に無線機用の箱に付け替えられる。無線機箱には、無線機本体、本部更新用に使う長めのアンテナと運転の、警察官が持つトランスミッターとの更新に使う、短めのアンテナが付いているほか、古い車種を除き、 後方への周知目的で赤色回転系光灯が高い位置でつく。フロントのサイドバンパーパイプの左側にはトランジスタメガホンのトランペットスピーカー、右側にはサイレンのトランペットスピーカーが装備されており、取り締まりの際の誘導や緊急走行時の一般車両への指示、違反行為を未然に注意喚起する際などに用いられる。 昔は赤色回転灯とスピーカーは別体だったが近年は一体型が用いられる。緊急走行時のサイレンはパトカーや他の緊急車両よりも高い音である。サイレンを推命するまでもない場合や推命が呼びかけ相手の運転技術等から危険である場合には推命なくマイクでの停止等を呼びかけることもある。日本国内の白バイに取り付けられているサイレンアンプは かつてはそのほとんどがクラリオン製であったことからクラリオンサイレンとも呼ばれている。現在の VFR800P と CB1300P では大阪にあるパトライト射精サイレンが標準装備される。一部の警察本部で試験的に赤色回転等回転部の発光体としてのフィラメント付けガラス級のほか前方周知用にベッド LED を組み込んだものも 出回っているが、配備数は多くない。回転灯は、光らせるとその性質上全方位が眩しく、運転者たる警察官にとっては厳悪で危険であることから、警察官の目に入る部位にはスモークが施され、赤色光が目に入らないようになっている。ハンドル左には、音声伝達回路の出力先として、拡声器と警察無線とを切り替えるスイッチが装備される。 ヘルメット内での発話は、運転する警察官の腰につけられたトランスミッターを通じて、バイクに飛んだ後、切り替えスイッチに応じ、マイクから覚醒されたり無線で電波に乗る。バイクと警察官との接続は、以前は有線であったが、事故時の引っ張られのリスクを考えて、今は無線で結ばれている。なお、無線やマイクシステムは、エンジン停止時でも使うことができ。 無線機ボックスに独立したスイッチがある。このほか、新型車種には押すだけで本部に緊急事態を知らせる EM ボタンが装備されるほか、録画用小型ビデオカメラを装備する警察本部も一部で出てきている。都道府県費で導入した一部の車両には、グリップヒーターを装備する車両も存在する。訓練用車両も存在しており、個体差はあるものの赤色回転灯やスピーカー、 無線機ボックスなどの装備が取り外されているなどの特徴がある。予備者の場合は、上述装備は一通りついているものの、音声伝達システムが、旧来の有線接続モデルだったり、無線システムが外されて、メーカー出荷時の書類ボックスが付けられていたりする。なお、バイク側に無線システムが付いていなくても、いわゆる軽電携帯等他のコミュニケーションツールを所持していれば、 一応は執務は可能である。警視庁では、方面別に置かれる10個体の交通機動隊のほかに、各警察署交通課、高速隊、本部の交通総務課など交通警部署に配備される。警視庁機動隊には、機動隊、自動二輪部隊が存在し、警備を、おもとした任務に、白バイが運用されている。このほか捜査活動などの音密運用されている。 市販型バイクの自動二輪車も存在するが、一般に白バイと言われるのは、常述した、主として、交通取締業務に従事する赤色系光灯付白色二輪車のみである。多くの道府県警察本部では、白バイは、交通機動隊での運用が主であるが、高速隊や諸葛所交通課に配備される本部もある。マラソン、駅伝の先導は、 基本的に交通機動隊所属の白バイが行うが、大会規模によっては高速隊所属の白バイも先導に加わることがある。なお、健常者のマラソンの巡航速度は時速 20km 程度で比較的安定しているが、車椅子マラソンにおいては巡航速度は時速約 30km 程度、下り坂で時速 50km 程度に達するなどスピードの幅が大きいため、 選手と接触しないように細かいアクセルワークが必要とされる。特に警視庁と神奈川県警察では、東京箱根間往復大学駅伝競争の先導、警備に参加する隊員は、交通機動隊、高速隊の中でも選ばれし者のみが選出。特に先導は、白バイ全国大会上位入賞者等特別に、選抜を受けた者のみが担当できる、名誉ある職務とされる。 白バイ乗務員の勤務地については白バイ員を参照。1918年1月1日に警視庁が初めてオートバイを取り締まりに使用した。ただし、当時車体は青色塗装で青バイと呼ばれた。ただし、警視庁誌警視庁誌編さ委員会編によれば赤バイである。白バイとして初採用されたのは1936年8月1日で、 日本国外の警察で利用されている自動二輪車に習って白色に変更された。現在は CB1300 スーパーボルドールや FJR1300 等をベースとした1990年代まで主流であった 750cc を大幅に上回る大排気両車が採用されている。これらの車種は発進から約3秒ほどで時速時速 100km に到達する。 極めて高い加速性能を有する。高速道路交通警察隊や航空警察本部の白バイにはゴールドウィングをベースとした特別使用者も存在し、主に用心警護や各種イベントパレードなどで運用されるほか、サイドカーも存在する。主な白バイベース車英語ではポリスモーターサイクルと呼ばれている。青の系光灯が採用されているが、これは 赤よりも青の方が注意を引くとされているためである。米国の場合、各州の州法によって異なるが、カリフォルニア州の場合はフロントに常時点灯の赤灯があるのが緊急自動車で正当が警察車両という定義であり、消防車や救急車などは赤灯だけで、赤灯正当で警察緊急車両となる。同様に多くの州が正当イコール警察車両のみという法律を、 採用しているが、パトカーや白バイに石灯と青灯の両方を義務付けている州と青灯のみで緊急車両として認められる州が混在。ただし後方ナンバープレート脇の直径数センチの常時点灯の青灯は白バイだけに許可されており、警察車両以外のオートバイがナンバープレート脇に青灯をつけることは違法となる。また白塗りはアメリカと日本のみでヨーロッパの各国では 警察車のカラーリングやストライプ入りになっている。アメリカ合衆国の警察では、アメリカンタイプである、川崎製の KG1000P が1974年の初期型 C 型から2002年の最終型まで30年間に、わたって生産され、現在でもハイウェイパトロールをはじめ、各公共機関のポリス、シェリフなどで使われている。白バイアロージョガンドパンチに登場した。 カリフォルニアハイウェイパトロールの白バイは川崎 Z1000P であった。しかし白バイに ABS の装着がルール化されると1997年にはオレゴン州警察で BMW もトラットの R1100RTP が採用され、それ以降他の警察機関でも BMWRTP が主流となった。現在はこれに続いて R1150RTP や R1200RTP が採用されている。一部では、ホンダの ST1100 あるいは、ST1300 が採用され、テキサス州などでは、GL1800 が採用されている。過去には、モトクッチや、スズキ GS1000、ホンダ GL1000、CB750K なども採用されていた。星系の強い州では、 ハーレーダビッドソン・ツーリングのフロリダ系が継続して採用されている。他にもこれまで FX-DP-2008 年からは XL883 が警察車両としてハーレー本社により販売されている。最近ではフロリダ系にも新たに ABS が装備されて多くの州警察がハーレーを採用している。他にホンダ s t 1 2 0 0ポリスや川崎 -1400。 GTR が緊急車両改造製作会社などによって白バイ仕様とされ、地方の警察署やハイウェイパトロールに配備されている。以前の川崎ポリスの人気にあやかり、川崎 GTR1400 が川崎 GTR1400 エンフォーサーとしてカリフォルニア緊急車両改造製作会社により白バイ仕様となり販売された。2010年には、 川崎 USA とアイダホ州のオードバイ販売会社、ボディモーターズボルツが共同でコンクール14ポリスを製品化し、川崎 USA からは観光庁や法人販売マネージャーが担当している。同年にはカリフォルニアハイウェイパトロールがコンクール14ポリスを大量調達するとの報道があった。欧州においては BMW の RTK が広く普及している。以前は 元グッチ、トライアンフなども見られたが、BMW の R100RTP 以来、K シリーズや R1100RTP、R1150RTP と、BMW が採用され続け、現在では最新型の R1200RTP が主流となっている。ホンダの ST1100 や ST1300 の、 白バイ使用者が米国導入以前から販売されており、BMW に次いで多く見られる。この他には一部の緊急車両改造会社がヤマハ FJR1300 などを地方の警察署のために改造したものが配備されている。また、稀にホンダ CBR1100XX スーパーブラックバードが緊急車両として改造され、配備されていることもある。 韓国、台湾、香港、アフリカ、中近東、東南アジア、南米では一部で、BMW が採用されている地域もあるが、日本製の白バイが主流である。これは、日本の ODA を利用しての導入であり、ホンダ CBX650、750、ヤマハ XJ600、カイゼット 750P、スズキ GSX750、 GS500E など輸出もしくは日本国外で白バイに改造された日本製バイクが使用される。例えば米国の緊急車両改造会社が仙台の川崎2005年型 GT1200 を白バイ仕様に改造してエジプトに輸出したほか同様な例はマレーシアでも見られる。香港やマレーシアでは VFR800P が採用されている。中国、台湾などでは 現地生産の消費器両者も警察用車両として使用されている。ありがとうございます。